皆さんこんばんは、愛圭介です。本日2024年、10月の24日21時20分、松山英樹選手などへの、メッセージなんですが、昨日かその前の日の、報道ステーションでスポーツコーナーで松山英樹選手がインタビューを受けていた時に、メッセージのその内容、言っておいた方がいいとか、そういうふうな内容が出ていたので、お伝えしておきます。まず今年のパリオリンピックの件ですけども、途中まで、順位、2位まで上げて、もしかしたらこれ1位争いをして、もしかしたら差が詰まって最終的に、1打上回るところまでいけなかったとしても同じ打数のところまでは進めれたかもしれません。でその後、延長戦に入って、もしかしたら金メダル取れていたかもしれません。外から、声かけられてきたりとかで、ちょっといろいろと妨害にあっていて、で、これ心の声とか不思議なもので、ロリー・マキロイ選手の打数を見たときに、ロリー・マキロイっていう名前になってたり、以前のその僕のした仕事関係からか何かわからないですけども、ロリー・マキロイ選手がロリー・マキロイって名前にたまに変わったりしてるんですけども、好きにさせてあげたらいいかと。他の選手の時も基本的に松山英樹選手へ頭の中を供給している状態を、作ろうとするんです。でその時って大体ね、脳梗塞みたいな形にオリンピックの時はなっていました。でその方法でも一応、他の選手はなかなか、良いこう打数だとか、出にくくなります。最悪、ボギーだとか、そういうような結果になります。その辺のところ、もしかしたら安全性を重視するような形で僕は物事を取り組んでいれば自然と松山英樹選手に結果がついてくる、こういう形かもしれません。例えばボクシングの試合で、この間の試合が、以前の再放送のものでなければ、田中康生選手に関してこちらが殴りに行くことを考えたら相手に殴られてダウン取られてるんですよ。倒しに行こうと思う。倒しに行こうと思ったら殴ろうじゃなくて倒しに行こうですね。その後の、中谷純也選手では安全性を、重視して、それ他の試合でもボクシングの試合で取り組んだ時に勝つことを意識しちゃダメだったんですよ。安全性をとにかく考えておかなきゃならない。そうすることによって日本人選手が勝つっていうある種矛盾が発生するんですけども、日本人選手がこう勝ちに行こうとする考えを頭の中で揺らさならないと、そういうふうな内容のものとかあるので、天の神様への安全だとか、その辺のところは、現場では逮捕消滅の件に関して、ホームページに記載してますので、僕が見始めたら旗がこうちょっと揺れるぐらい、風が、吹いていたと思います。テレビを使用することによって、台風から、風を取ってると、そのテレビで撮影している範囲内でですね、この辺りとかでも、同じような形で物事が進んでるんですけども、そういうような形で台風を威力をこう上げないようにしたりだとか、そういうようなことを、行っています。その辺のところが影響してスポーツの中継とかを見ると基本的に晴れなのかもしれないです。スポーツのことを意識していると風はとっても雨は降らない、雨が降ってしまうと試合が中止になってしまうから、NE の残像量問題とか、ゴルフもそこそこ雨が降っても継続して試合してる時結構ありましたけども、
エネルギーの存在問題とかを考えると、例えば野球の試合とかでしたらまた再試合とかになったりしますと余計にエネルギーが消費されるわけですから、だまあそういうふうな仕組みになっているのかもしれません。で、まあ以前僕はこの辺りの有野中町3丁目の JA へ、歩いている時に反対側の道路で松山英樹選手、まあ正直原田慎一なんじゃないかなと思ってるんですけども、隣に、男性、がいて2人で歩いていたと思うんですけども、その男性の人が多分何か宝塚三田病院の方へもう一人別の男性と言いに行ってくれていたと思うんです。で、まあそういうような水面下での動きっていうのも、まあ何か助けてくれるようなことをしてくれてるような部分は、一部見受けられます。だまあまあオリンピックの時に関しては、まあ、銅メダルっていうのはちょっと僕の中では悔しい結果ですね。銀は多分取れていたでしょうか、外からの妨害とかなければ。まあ他の試合とかでもそれ結構あるんですよ、本当にパリオリンピックで。でそこをまあなんとか乗り越えるというか超えていこうはあるにはあるんですよ。それはテレビの画面とかを撮影しながら、試合を進めると。まあそういうような方法とかもあるんですけども、基本的にやっぱりただそれ撮影していても外の人間が気になったらそっちをつながってしまったりする可能性があるわけじゃないですか。もしくはこうなってしまうとそこで、ヘラヘラヘラ笑ってるような人間がこうなってこう選手とつながってしまうとやっぱりこう正確なショットが出なくなったりだとか、まあ、野球で例えると、しっかりとストライクゾーンにボールが投げ込めなかったりだとか、わずかなズレっていうのが出てきてしまいます。まあそういうふうなところがあって、まあできるだけ、誰にも、邪魔されないような環境っていうのはいいんですけども、まあまあ今年に関しては世界ランキングはまあやっぱりいい方だと思います。でそれと動画の一言ですよ。請求先は松山英樹しかわからないの一言で。海外のね、他のチャレンジしていた日本人選手の人たちが、こう、予選で消えていって、松山英樹選手は、それも上がるみたいな形で。だからまあ、そういう方も、あるといえばあるみたいです。で、まあ、あとは心当たりがあるとすれば、以前の部分で言うと、石川遼選手ですね。で、まあ、あとは、基本的にそのペナントレースとかで、勝ち負けに取り込んでる時って、ほとんどに、遊んでない日が多いんですよ。例えば、今回の、クライマックスシリーズで言うと、横浜 DeNA さんの、巨人戦の試合、前日、試合終わってからも遊んでないんですよ。未来の時間軸からニュースで見たときに、影響が出てきてしまったら困るので、リアルタイムの自分も分からなくなるんですよ。頭の供給とかしっかり言ってるはずなのに、言葉のワードとかもしっかり組んでるのに、うまくいってないってなってしまったら、困るから、ニュースの時のスポーツコーナーとかも1回目のスポーツコーナーとかで、ちゃんと、気を張ってるというか、その寝転んでも見ないようにしていたりだとか、まあそういうふうな未来、さらにそこで未来の時間軸からも頭の中を供給したりだとか、ただそれをしてしまうと未来の時間帯、時間軸から頭の中を供給とか、まあ腕の力とかもできるんですよ。で、それで大谷翔平選手は165キロ出してるんですけども、もうこれ重ねがけって僕呼んでるんですけども、何回も同じ動画を見ても、何回もその状況になるんですよ。だからまあ、そういうような部分とかもあって、多分その日一日遊んでない時に、まあ、それで石川遼選手も、成績良くなってるんじゃないかなとか、そういう部分も見受けられます。まあ、あとはね、まあ、他の競技とかで出てる結果とかも、一応聞いてもらっておいた方がいいだろうなと思って言うんですけども、例えば、昨年もそうだったんですけども、その、遊んでない日がすごく多いと。
で、もう去年なんかもう本当に、すごい栄養不足で、本当に、睡眠不足の日は多くて、まあ、そんな中勝ち負け取り組んでいてと。で、もう基本的に遊んでない状態の日が続いてますから硬い人間なんですよ。で、書いてる文章とかもですね、で、ほとんどまず笑うことがない、一日を通してですね。で、どうなるかって言ったら、やっぱり3割打者があんまり出てこないんですよ。で、これ日本だけじゃなくてメジャーリーグも影響を受けてるんですよ。数年前とかでも、メジャーリーガーの人たち、各球団の人たちを成績を見たときに、まあ、そこはまあ打ち方とか飛距離を遠くに飛ばすようなことを中心にした、打ち方をしていた部分の営業もあるとは思うんですけども、ほとんどのチームに3割バッターがいないんですよ、全然。だからまあそういうふうな、現象とかもあります。だまあ最終的にその野球の世界で言うと、この間のその横浜 DeNA さんと読売ジャイアンツのクライマックスシリーズなんですけども、最初2対0とか2対1とかそういうスコアで、最初横浜 DeNA さん勝ってるんですよ。まあ最終戦は3対2で勝ってるんですけども、本当にロースコアなんですね。で、守備もお互い良いプレーが多くてですね、ダブルプレーしっかり取れていたりだとか、だからそういうふうな手堅いっていう、しっかりしてるっていう部分が、試合に現れます。だからまあ、この動画は撮影は今日ですけども、まあ、明日公開するような形で、まあ、設定しておこうかなと思っています。だからまあ、こうなった場合、どういうふうな影響が出てくるのか、まあ、国内のゴルフにですね、まあ、けど、世界ランキングで言ったら、やっぱりそこそこ良い順位だとは思います。まあ、今年に関しても途中までですけども、世界ランキング9位だとか、まあ、さすがに、そのあたりの順位っていうのは、まあ、悪くはない。どう考えても。むしろ、良い位置の成績であると。まあ、そういうことだと私は思っています。まあまあ無理して夜中とか起き始めて、それ1位、そこだけを狙ってね、1位に持っていこうとすればできると思いますよ。だけど無理無理、もう本当に無理無理、本当に そんな無茶な生活無理で、もう悩んでるまで、今度10月26日から、そのヤンキース対ドジャースのそのワールドシリーズがありますと。で、日本では、日本シリーズがありますと、26日から。まあ、日本の方は横浜 DeNA さんの話はもう動画でね、もう今年は横浜 DeNA さんが優勝っていうようなことを言っていて、対応してきましたから、まあまあ、もうそこはもう逃げるわけにはいきませんし、もう難しいのは、ワールドシリーズの方どうしようかなっていうところなんですよ。一応こう、こちらのね、状況とか伝えていて、試合時間帯とか、結構明け方とかの試合とかがありましたから、パドレスさんとの試合、そこまだ日本人選手ダルビッシュ有も僕と会った方ですし、もともとそれでダルビッシュ有も活躍してますし、松井裕樹選手とか、あと阪神タイガースから去年日本一になった阪神タイガースの良いピッチャー、スアレスっていう選手なんですけども、160キロぐらいのボールを投げる選手なんですけども、パドレス行ってくれてるんですよ。で、これはワールドシリーズを1回も優勝してないところが優勝するべきだっていうところで、行ってくれてるんですね。で、去年レンジャーズっていうチームがまだワールドシリーズ優勝したことがなかったんですが、初めて優勝できてるんですよ。だからまあドジャースさんに関しては、僕は大谷翔平選手にワールドリングを取らせてあげたいと、まあワールドシリーズ優勝させてあげたいっていう部分を言ってるんですよ。で、大谷翔平選手はその明け方の時間帯とかね、もう僕はねちょっと大変な目に遭ってるっていう話の部分でね、試合中に寝といてっていうようなことを言ってるんですよ。こっちの状況を理解してね。で、一応、
その時間帯ね、もう寝てるか寝転がってるかにしていて、一応ドジャース勝ち進んでるから、僕もそこ判断難しいんですよ。もうそのパドレスさんが勝つべきなのか、ドジャースさんが勝つべきなのかっていう。で、あとはその寝といてっていうワードなんですよ。アメリカとしてもそうだと思うんですよ。他国の人を巻き込んで、そんな朝早くから無理やり起こして付き合わせてだとか、まあ、あの人あの人で夜なかなか早い時間帯に寝られへんって言ってるってこう電波でごちゃ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 言われてきて、0時00回ってから天の神様への安全のお祈りしなかったら出させてもらわれへんと。で、まあ、さらになかなかこうなかなかすぐに0時00回って天の神様への安全のお祈りをして、まあ、ホームページにちょこちょこっとその内容を記載して、それですぐ寝れるかって言ったらなかなか寝れない日も多々あったと。まあ、そういうふうな部分もあって、早朝からの試合とか無理やり起こしたらダメなんじゃないかと、法律的に言うとですよ、いろんな意味で。こちらが民法720条正当防衛マネジメントに行使しますっていうその内容、それどう働くかとかよく分かんないんですよ僕も。26日、朝の8時半とか9時からだとか、まあ、試合があるんですけども、それもすごく向こうもある程度気を使ってくれてると思うんですよ。だって日本時間で朝の9時だとか8時30分ちょうどっていう時間帯、これ絶対アメリカの方では数分ぐらい変わってたりすると思うんですよ。その辺のところ気遣ってくれてるなとかこう思うんですけども、まあその寝といてのはこれね、寝といてじゃないんですけども、レンジャースのあのワールドシリーズの決勝戦に関して去年どうしてたかって言ったら、もう布団の中で、ね、寝っ転がっていました。で、呪われてる状態で来ていたから、これ下手に動かない方がいいなっていう状態で、布団の中でこう呪われっぱなしの状態で、こう一応自分で撮影しながらその状況をね、絶対笑わないようにして、言ってたんですけども、まあそういうふうな状況で、やっぱり、ね、笑いながら言ってるんで、この動画今日公開にしておきます。まあ、今日はもう、一応まあコース終わった後ですし、まあ、終わってからね、見てもらったらいいかと思います。以上です。まあ、松山英樹選手へのメッセージということで、まあ、なんか今、なんかね、聞こえてきたんですけども、こう、みたいなね、まあ、今回は、こういうふうなメッセージで、終わりたいと思います。まあ、あとは、頭の中、未来の時間軸から、その、パリオリンピックの時とかの映像とか出てましたんで、頭の中、教育してたんですけども、言ってたのは安藤桃アナウンサー。まあ、一応、本人が正直に言ってくれてますから、まあ、やっぱり画面が変わったら、からそうなるのか、何なのか、まあ、これはちょっと難しいですね。まあ、未来の時間軸からいろいろ影響を与えている部分っていうのは、まあ、他の部分とかでも見受けられますので。以上です。本日も、長い間ご視聴ありがとうございました。私からの、メッセージ。まあ、今後の対応も。まあちょっとは、夜中は無理ですよ。ちょっとは考えておこうかなと思ってます。以上です。いやね、これね、だからね、26日からそのワールドシリーズの。と、あと日本シリーズですね。土日とか、日本シリーズの方が昼間だったとしたら、それが松山英樹選手にどういうふうな影響が出てくるのかよくわからないんですよ。まあ、ここまで来たら、まあ、今年に関しては、まあ、現時点で、まあ、絶対悪い年ではなかったはずなんですよ。もう現時点で、ここまでで。で、まあ、あと、もうちょっとで、今シーズン終わると思いますけども。まあ、
まあ、ある程度のところはある程度のところで対処しようかなと思ってます。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。